この時間はボートレースオムラの展望番組をお届けしていきます。本日解説していただくのはどなたですか？スポーツ報知の長谷明典です。かわいいですね。もう毎年恒例ですがよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、来ましたね。はい、はい。6日間開催で行われているルーキーシリーズ第17戦スカパー JLC 杯、本日6日目優勝戦日を迎えました。ちょっとね、はい、ハロウィンっていうのはもう重々承知してるんですけど、うん、はい、まあ、僕はまあ見た、うん、顔見たら分かるでしょ、はい、多分誰か分かんないじゃないですか。いやいや、もうね、しかもこれこれ多分外人用じゃないかな。もう鼻引っかからないから下がってくるんです。もう外していいですか？いいよ。はい、ということでね、長谷さんはもうね、もうこれ毎年恒例なんで着替えるのも早かったですね。だってもうね、うん、すぐ対応できるように今日は、はい、もうほら白のシャツもうすぐもう行けるようにもうちゃんと準備してきましたよ。さすがでございます。はい、もう毎年ですからね。はい、はい、もう選手にもね見ていただきたいんですけど、まあ今日はね長谷さん表解説もありますんで、もうぜひぜひ。あ、また選手から笑われそうですね。あのおじさん何やってんだろうって本当たくさん笑っていただきましょう。ハッピーハロウィンということで、さあ早速なんですが、昨日のね準優勝戦を振り返っていきたいと思います。はい、さあまず一つ目の準優勝戦第9レース、ね、本村選手の臨戦でしたけど、うん、はい、まあ、安子選手が刺してきた、うん、あ、刺さった 1-2 か 2-1 かどっちかかなと思ったんですけど、はい、うん、まあ、安子選手はまあ1着で上がってましたよね、はい、そこからまあ、ああいった展開になるとは思わなかったというかね。そうですね、本村選手がずる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 交代していってね、北中、うん、はい、選手が2着に入って、うん、そして高輪大志選手が道中ぶんままってのは全速戦でまた逆に3着が上がってきてね、はい、2、5、3でしたね。はい、後輩党がね、あの昨日の中で一番の後輩党がなりましたね。優勝戦で出ました、はい、さあそして第10レース2つ目の準優ですが、ここは中村日向選手が圧勝でしたね、うん、タイムもねまた良かったですね。後続引き離したでしょ、はい、上がりタイムが1分47秒1、うん、はい、2日目にね47秒2っていう出して、それを更新してね、うん、はい、仕上がり万全ですね。そうですね、もう節位置ですかね、間違いない、はい、そしてまあ2着には常住選手が入ったと、はい、でもあのね香川選手ね、はい、初めての2、うん、まあ、準優の2号艇だったんだけど、はい、道中はねうまかったけどね、初優勝はならなかったけど、そうですね、いいレースを見せてくれましたね、まあ、ただ今日は初のインコースもねありますからね、 ぜひそちらも注目していただきたいと思います、はい、さあそしてトップ通過をね決めていた新海選手の引戦、中村先生に続いてこの新海選手は圧勝でしたね、うん、はい、まあね、上がりタイムで言えば47秒9という、うん、いいタイム出ましたね。そうですね、やっぱ新海選手、うん、堂々と、まあ、前節の桐生も予選トップだったけど、はい、今回も予選トップがしっかり優勝戦1号艇になった、はい、いい走りでしたね。リズムもいいですね。そしてもう G 争いもすんなりでしたね、うん、はい、うん、飛田選手は本当近況リズムいいけど、はい、しっかり2着に入って、うん、1,2,3 で決まったんですよね。なんかルーキーシリーズ乗ってますね、富田選手ね、うん、ちょっとやっぱいいですね、はい、まあ、ということで A 級選手が6人勝ち上がる形になりましたね、はい、さあそれでは本日の優勝戦メンバー決定いたしました。こちらです。この6名で優勝戦が争われます。さあ長谷さん、モーター評価お願いします。もう中村選手がダントツの7点ですね、うん、はい、どこがいい、一番いいの行き足なんですけど、うん、もう全部いいですよ、本人も言ってますから、はい、好きですねって。素晴らしい彼ね、うん、2023年にね G1 四国地区戦勝ってますけどね、うん、その時と同じぐらい出てますね、うん、もう気力に関しても自信たっぷり、はい、まあ、周りが言うぐらいですからね。そうですね、もう日向さんが出てます、うん、日向さんが出てますってね、やっぱり上がりタイムから見てもちょっとすごいですね、うん、桁が違うでしょうね。もう今日もね、あの期待される方多いと思います、うん、そしてね、うん、足で言えば安子選手もこれいいんですよ、はい、ただ安子選手はね、うん、やっぱ言ってた足を意識した調整してるから、はい、出足と伸びはいいんですよ、うん、乗り心地は少し犠牲になってるかなって。そうなんですね、うん、でも、うん、ね、F2 というハンデはあるけど、はい、スタート放っても右に合わせばスッとくるか足があるからと言ってましたね、うん、だから中村選手が満点7点、はい、安子選手は上位の6点、うん、残りの、ね、4人はね、はい、中堅上位が十分にあるんですよ、はい、新海選手はバランス型、どこがいいとか特化はしてない、でもスタートする足もいいし、うん、中村選手がね伸び方じゃないんでね、はい、行き足なんでスタートしっかり行けばね持つような足になってますからね、うん、飛田選手は直線寄りだと思う、はい、あ、この辺はね初日か、まあ、全
ずっと彼言ってるのは直線系がいいって言ってるんでね、4課と実は怖いですよね。そうですね。常々選手は昨日の準優が一番の足だった、はい、特徴はレース足、出足、回り足がいいって。6番の下永選手もこれ特徴は出足回り足ですね、レース足がいいですね。だから気力レベルは高い優勝戦だと思います。そうですね、はい、ただねやはりフライング持ちが多いというところは気になりますよね。皆さん改めて言います、うん、今日10月31日はもちろんハロウィンですけど、はい、今季ラストですからね、うん、そうですね、はい、特にもうナイターレースじゃないですか、うん、もう全国のボートレーサー勝負がけの選手とかもみんな、うん、見てるところじゃないですか。だから気持ちはどうなのかな、うん、もうこのままの状態で来季を迎えたいのか、はい、いやいや普通に行きますよっていうのかどうなのかっていうところでしょうね、うん、そうですね。さあということで長谷さんには、モーター評価いただいたんですが、はい、そちらの方も参考にしていただきたいと思います。さあそれでは予想の方もいただいております。こちらご覧いただきましょう。さあ優勝戦です。見どころです。桐生 G1 に続いて王道 V を狙う新海渡る選手とエース機32号機中村日向選手の争いと、はい、うん、あのね準優でもし、うん、本村選手が1着で乗って3号艇だったら、はい、うん、チルと跳ねて3ガドっていうことも考えられたんですよ。あ、そうですね。でも本村選手が脱落することによって、うん、ここは進入は動きなく枠根の3対3だと思います、はい、さあ先ほどのフリップ見てもらった時にはフライング持ちが多いですよね、うん、そうですね。ただ新海選手は、うん、陰線で1回0-1行った時はあるけど、はい、それ以外はもうね1号とか10とかしっかりスタートいけてるんですよね、うん、だからここはねもう本当にやっぱり実力が違うのかな、うん、ね、G1 2個も取ってるぐらいだからそうですね、リズムはいいですよね、うん、これ本当は中村選手が逆にこう3号艇だったら怖かったでしょうね、幕出し入ってくれば。でも隣にいるので、はい、もう意識しながら行けばいいと思います。だからやっぱ新海選手の連続優勝というのは濃厚だと思います、はい、ただすんなり行くならもう相手は中村選手、行き足がいいので2コースからもうスッと刺して追走するパターンじゃないですか、はい、だからやっぱ対抗になりますよね。安河内選手は出てる、ただF2、はい、これが終わって休みに入る、うん、F2 のまま終わるか F3 のままで終わるか全然違ってきますからね、60日まだ休み未消化ですよね。ただね、安子社長言ってた、はい、ゼロ台は狙ってません、1号とかの質のいいのを行きたいって、うん、ああ。あ、じゃあ結構あの新海選手も昨日そんな感じじゃなかったですか、うん、そうそうそう、新海君も1号とかを目標して、ね、だからゼロ台を狙っていこうとは思ってね、はい、というのもやっぱり今節はフライングも多いですからね。そうですね。だからゼロ台ってそこに行って、うん、万が一を考えるよりも質のいい自信の持ったスタートを行きたいという話でした、うん、ただね飛田選手もこの伸び方で足いいですよ、うん、ただ一人フライング持ってませんからね、持ってないですね。なおかつ彼は平均スタートが早い、うん、そして彼が言ってたのがダッシュの方がスタートは分かりやすい、うん、だから怖いですよね、まあ、チャンスはチャンスですよね、はい、でそれだから4番が攻めていってくれたら常住選手だったり、はい、下中選手も出足回り足がいいんで展開向くんですよ、うん、もうスリットが揃っちゃうともう本当にうちワンツーだと思う、うん、だからこの4が行くか行かないか、3が遅れて4が行くか行かないかによって5番と6番の浮上のチャンスあるのかな、はい、だから一応1から1、2から5、6も入れておこう、はい、あと注目は中村選手が今日タイムがどんだけ出るか、あ、一周タイムだったり回り足タイム、はい、これが結構出てた場合っていうのは、うん、あのエースキーっていうことを考えれば、はい、2-1 って面もあると思うのでね、ここも抑えた方がいいと思うので入れました。これ2-1、はい、本当は2-1前なんですけどね、気持ちはね。でもちょっと絞りましたか。そうそう、やっぱりそうね、いっぱい 1-2-2-1 流してこいってあんた予想してませんねってなりますからねいやいや、だからちょっとここはいずれにせよ1と2の争いと思います、うん、はい。さあそして狙い目、これはね、うん、やっぱり穴買いたい人もいると思うので、はい、僕もやっぱり穴買いたいんですよね、うんうん、まあ、理由は一つ、はい、フライング持ちの多い中で飛田選手だけがフライング持ってない、うん、なおかつ飛田選手が平均スタートも早い、うん、今節の平均スタートは 1-2 いってますからね。あ、ちなみにうちの選手はどうなんですか。1-6-1-5-1-6、そして、はい、飛田選手のデータ的に言うと4コースはまくりが多いんです、うん、でまくって4コースのスタートも早い、だからここは1と2が行っても3が F2 でやっぱちょっとごめんスタート無理ってなった場合の4が
でもね、はい、ちょっと難しいって飛田選手がもう0台来たら時の感じ、うーん、1号とかだと内側は持つと思う、はい、ただ飛田君はこの最近ルーキーで活躍してるように、ね、乗れて、はい、乗れてるしね、うん、この期末の最後のフライングを持ってるか持ってないか、ね、状況が違うので、じゃあ穴を狙うなら4の頭から内が残すか展開で5がつくかと、はい、いうところと思って一応出してみました。うん、そしてね、飛田選手、先ほど長谷さん言われてましたけど伸びの方がいいんですよね。そうだから全速で生きれば面白いかもしれない、うん、はい、面白そうですね。といっても、うん、中村日向選手の出方がすごいので、はい、それをまくりきれるかってちょっと疑問はある。うーん、それぐらい中村選手とか新海選手は、はい、まあ、うまいし足もいいのでね、うん、持ちこたえることはある。だから本当、うん、体型がどうなるかでしょうね、はい、まあ、4が行った時もやはりそのうち2人はのどちらか残るだろうと、特に2番なんか道中で上がってくるんじゃないかっていう話だと思う、うん、はい、わかりました。さあ、ということでルーキーシリーズ第17戦、このように優勝戦フォーカス上げていただきました。どんな優勝戦になるんでしょうね、楽しみです。さあ、それでは皆さん参考にして本日も最終レースまでお楽しみいただきたいと思います。そして皆さん、もう一つ楽しみにしてほしいのが、今日は表解説長谷さん1レースから登場ですので、もしかしたら衣替え、あ、違った、うん、なんだっけ、衣装替え、衣装チェンジ、衣装チェンジ、うん、途中であるかもしれないんで、ずっとチェックしててくださいということで、そちらの方もお楽しみください。本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明の力車でした。長谷さん、ありがとうございました。当たりますように。2